2012年中華民国総統選挙は2012年1月14日に中華民国で行われた総統を選出する選挙である。副総統も同時に選出する。第8回中華民国立法院選挙も同日実施され、史上初の総統選挙と立法院選挙のダブル選挙となった。総統候補は副総統候補とペアで出馬し、比較多数の候補ペアを当選者とする。 相当人気は4年、連続再選は2回まで。選挙権は20歳以上の自由地区に6ヶ月以上在住する中華民国国民。在外住民にも選挙権が有する。非選挙権は自由地区に6ヶ月以上在住し、中華民国国民として15年以上経過したもので40歳を超えた時に非選挙人として登録される。ただし、中華民国国籍を回復。 または帰化したもの、大陸地区あるいは香港、マカオから台湾に移住した国民は、非選挙人として登録できない。立候補にあたって政党からの推薦を得るか、複数の政党による推薦が必要である。無所属で立候補する場合は、直近の立法院選挙有権者1.5%の署名が必要。現職相当の場 A 級以外に立候補はなく、2011年4月27日、 バイエを正式に、直総統候補に選任した。同年6月19日、馬候補は、現職の行政委員長である、小厚市議を副総統候補に選任すると発表。現職党主席の蔡英文、元行政委員長の蘇貞政元民進党主席の巨信義が、党内選挙に立候補し、2011年5月4日、蔡英文を正式に、直総統候補に選任した。 2011年9月10日、民進党秘書長、蘇吉美明を副総統候補に指名。同年9月24日の党大会で、政服副総統候補の擁立が正式承認された。選挙の主要争点は、馬英九総統が進めてきた、対中政策への是非、経済格差と福祉政策であった。対中政策では、 中体関係改善の成果を主張した馬永久候補に対し蔡英文候補は台湾の主体性が脅かされていると馬総統が進めてきた中体関係改善を批判した。選挙の結果国民党の馬永久総統が民進党の蔡英文と新民党の総総油を破って再選を果たした。馬永久と蔡英文の得票差は6%弱。 投票率は前回選挙を下回った。バイエ級が勝利した要因は、中台関係改善の実績と、現状維持路線が評価されたものと受け止められた。特に中台関係改善、交流拡大のきっかけとなった、92教式を維持するとしたバイエ級に対し、蔡英文は92年合意そのものを否定する、台湾教式を掲げる戦略を取ったため、中国との関係悪化を懸念する。 中間俳優権者への指示を広げられなかった。ありがとうございます。